もう完全に封じられている、まあ、懸賞金付きで指名手配。この人がついに、まあ、香港の政治司法を見放した。あなたは香港入れませんって言われて、で誰に理由を聞いても、まあ、オフィサーが決めたことだからわからない、仲間の身を危険にさらす行為。テレビ東京の中村渉です。私いつもテレ東ビズの連載コーナーで、まあ、香港情勢についての解説など配信しておりますので、まあ、今回もそれについてお伝えしていきたいと思います。今月1日、7月1日というのはですね、香港がイギリスから中国に返還されて27年の日でした。まあ、この27年の節目で、まあ、香港についての今取り巻く環境というのをまとめて伝えていきます。この動画ではですね、パンダで祝賀ムードを演出した香港記念式典というのをまずお伝えします。でその次にですね、香港入居拒否の日本人女性が明かすその一部始終という内容を伝えます。これは、直撃取材をしております。最後にですね、香港の裁判官覚悟の告発という内容をお伝えしようと思っています。はい、長くなってしまいますけどもお付き合いください。ちょっと写真をじゃあ次の写真にしまして、これですね、香港のビクトリアピークというですね、観光地にもなっている香港の、摩天楼、こういう高いビルですとか、まあ、その先にあるビクトリアハーバーという湾が見えるような場所なんですけども、いつの写真かというと、その27年前、香港が、イギリスから中国に返還されるまさにその時ぐらいの写真です。テレ東ビズの小林編集長がたまたまといいますかですね、その日ですね、香港に行ってたということで写真を借りてきました。はい、ここの写真を見るとですね、香港経済が、まあ元気があったというのがわかると思います。今でもまあ高い建物はたくさんあるという状況ですが、まあ当時から元気があったということですね。はい、今これ後ろに写っている写真はですね、香港名物とも言われる、まあ、路上にせり出た看板ですね。この下のあたりはですね、道路になっているんですけども、まあ、道路にもせり出ていてですね、まあ、これも活気が伝わってくる写真かなと思います。ただですね、今落下して危険ということで、まあ、台風なんかあると本当に危険なので新しく建てるのはあまりやめてくれってなってたり、どんどん撤去が進んでいるので、このような景色というのは今香港に行くと、まあ、もう少し控えめなものになってしまっているということです。あとですね、細かいんですけど香港名物もう一つ、この辺りですかね、映っているのが、竹で作られた足場なんですね。外壁の工事とかを行うときに使う足場なんですけども、これ竹で作っているものがあって、かなりの高層ビル、例えば20階建て30階建てのものでも竹で作っていると職人がいるらしいんですけども、これもある種の香港名物になっています。今でもこれは見られます。はい、こちらはですね、香港に、人民解放軍、中国の人民解放軍が入ってきた時の写真です。まあ、中国に返還されたということで入ってきたんです。はい、この人民解放軍というのはですね、中国軍という言い方もするんですけども、基本的には中国共産党の軍隊です。で普段ですね、香港の中だとあまり表立っては活動はしていません。ただですね、まあ、人民解放軍の、中香港部隊というのは今でも拠点が香港にあります。はい、こちらも同じ時の写真ですね。この人民解放軍なんですけども、あまり表立って活動していないとは先ほど言いましたが、2019年に香港で民主化を求めるですね、大規模なデモが起きた時にはですね、街中の清掃活動、まあ、デモ隊が活動した後荒れた街中を清掃活動というのがあったんですけども、これを軍の兵士がやっていました。いいことをしてるじゃないかと思う方もいるかもしれないんですけども、これ軍の兵士がそういう清掃活動をやるということがある種民主派へのプレッシャーにもなっていたという側面もあります。はい、では本題に戻ります。はい、こちらはですね、先ほどまでは27年前の写真でしたが、今年の7月1日の写真です。この真ん中に写っているのがですね、香港の李家超さんというですね、香港政府のトップ、行政長官になります。ここでですね、返還記念式典の中で、李家超行政長官はですね、このように述べています。香港は家族として間もなく2頭のジャイアントパンダを迎えると話しました。このジャイアントパンダというのは中国から送られるというものです。まあ、通常外国に送る場合はよくパンダ外交なんて言いましてですね、中国のいわゆるソフトコンテンツみたいな形で利用されているんですけども、今回香港にも2頭来ることになったと。国内ではあるんですけども、まあ、これによってですね、まあ、中国政府からの支援を示すという意味合いだったり、まあ、中国と香港が一体化していく、いわゆる香港の中国化が進んでいくということのお祝いムードというのを、まあ、李家超さんが演出したということになります。そしてこの式典、またその前後に発表された文書コメントなんかではですね、この李家超行政長官こんなことを強調しています。
はい、香港では愛国者による香港統治を全面的に実行できたと、まあ、誇らしげにしていると。また、香港の反体制活動を取り締まる香港国家安全維持法、通称国安法、またそれを補完する国家安全条例、国安条例ですね、これは3月にできたんですけども、まあ、この2つによって、まあ、長期的な安定と繁栄に大きな効果が出ている、効果を持っているというようなことも述べています。さらに国と香港を愛する次世代を育てるとも強調していましてですね、まあ、中国化を進めていくことを隠そうともしなかったということになります。はい、実はですね、去年の段階ではこの李家超行政長官、かなり色合いの違う演説をしていました。香港にですね、破壊勢力が潜んでいるなどと述べていまして、まあ、香港にたくさんいるですね、民主化を求める民主派勢力を牽制した形、さらにこういう民主派寄りの市民の方結構たくさんいるんですけども、まあ、表だっていうかどうかは別として、たくさんいる民主派寄りの市民の方への、まあ、警戒感をあらわにしていたという形だったんです。ただ今年はこれが、まあ、完全に変わったということです。まあ、3月に国安条例ができたことが大きいと思われます。はい、またですね、例年7月1日には民主派の人たちがですね、中国に返還されたことは祝うものじゃないということもを主張するためにですね、大規模デモを行ってたんですけども、これも完全に姿を消しました。まあ、代わりに香港政府庁舎の周りにはですね、まあ、例えば今年では、警察官が4000人ほど配置されていたと。まあ、これは抗議活動を警戒したものだと思われるんですが、まあ、このようにですね、香港メディアが伝えているところになります。はい、実際ですね、国安法と国安条例の違反で逮捕された人数は6月21日の時点で299人に上っておりまして、そのうち175人が起訴されています。国安法で起訴されると無罪を勝ち取るのはかなり至難の業ということもあって、まあ、この起訴された人たちどうなるのかというのは、まあ、民主派の中ではかなり心配されています。実際ですね、この国安法の方ですけども、最高刑は終身刑ということもありまして、香港では死刑はありませんので、まあ、かなり重い罪ということになっています。これ後ろに写っている写真はですね、2019年の時の、まあ、デモの様子です。はい、この時に参加してた方もが大勢、国安法違反、国安条例違反で捕まっているという状況ですね。そもそもの話からいきますと、中国であって中国ではない一国二制度という仕組みの中にある香港、特別行政区と呼ばれている香港ではですね、1997年に中国に返還されてから高度な自治というのが50年間続くことが約束されていました。はい、これはイギリスと中国の間での約束でもあって、国際的な約束でもあったと言われています。はい、この高度な自治のもとですね、まあ、司法の独立、言論の自由などもあって、中国本土では開けないような大規模なデモ、民主化デモなどがたびたび起こりましてですね、これがある種の香港らしさでもあったんです。これもですね、2014年に行われた、まあ、雨傘運動という大規模デモです。若者を中心にして行われたものでした。まあ、こうしたものがもう見られなくなってしまったということですね。はい、香港の民主化運動というのは事実上、まあ、国安法と国安条例によってもう完全に封じられているというのが今の現状になります。はい、またですね、こちら、はい、香港警察が発表しているものなんですけども、民主活動家への締め付けということで、国外に逃れた活動家たち、現在では10人以上ですね、国安法違反の疑いで、まあ、懸賞金付きで指名手配をしています。はい、国外にもそういう影響力を及ぼしているということです。またですね、外国の人でもですね、香港のデモに過去に関わった人物、あるいはジャーナリストなんかもですね、そういう人たちを割り出して、まあ、香港に入ること、まあ、いわゆる香港入境というんですけども、それを防ぐ体制というのを構築しています。日本人も実際に香港に入境できないという事例が、まあ、ポツポツと出てきています。はい、ここでですね、直近で日本人でですね、香港入境を拒まれた、平野雨竜さんという女性の、取材をしました。インタビューをしてきました。香港の民主化運動の支援だったり、日本でのデモの主催などをしていた方なんです。はい、急遽話を聞いてきましたので、こちらの VTR をご覧ください。平野さんご自身の紹介というのも簡単にご自身の口からしてもらってもいいでしょうか。はい、2019年の6月から香港民主化運動に関わり始めました。で、最初は東京で行われていたデモに参加したのが最初のきっかけ で、そこからは、自分でもデモを主催するようになって、
2019年なんかはもう毎月毎週のように東京でデモ活動、まあ、集会とか街宣とかをやってましたね。で、2019年9月から9、10、11、12と香港行って、まあ、現地の記者会見出たり現地の、あのデモに参加したりっていう活動をしています。もうそこからあの2019年からもずっと継続してコロナで入れないんですけど、東京で、香港民主化をの、運動をしてます。香港に入ろうとして、まあ、入れなかった、いわゆる入境拒否をされたという事案があったそうですが、その時の状況、まず簡単に聞かせていただいてもいいでしょうか。はい、朝の6時半ぐらいに香港国際空港に着いたんですけど、イミグレーションのところで、まあ、普通の人だったら日本人だと1分もイミグレーションかかんないと思うんですけど、私の場合3分から5分ぐらいイミグレーションで、窓口のところで時間がかかって、で何も言われずに、入境管理事務所の方に連れてかれましたね。何か質問、イミグレーションで質問とかは何もなかったです。おー、なるほど。で、入境管理事務所に行ってからは どのような対応になるんですか。そこからはいろいろ質問をされて、仕事何してるの、恋人いるの、家族いるの、香港に友達いるの、香港に何しに来たの、で香港どこ行く予定だったの、ホテルどこ、あとは今年の1月に台湾行ったので台湾何しに行ったのとか、そういうシンプルな質問だけされて、政治的な質問はされなくて、で何の、理由もないまま、あなたは香港入れませんって言われて、で誰に理由を聞いても、まあ、オフィサーが決めたことだからわからない、自分たちは知らない、オフィサーが決めたことですっていう一点張り の、 返事しかされなかったですね、誰に理由を聞いても。ちなみに今された質問で、例えば何しに来たのとかっていうのはその場ではな、平野さんはどういうふうにお答えしたんですか。あ、もうもちろん観光ですと答えました。本来、7月1日に小津江米っていう、まあ、場所に行こうとしていて、まあ、7月1日っていうのが、まあ、香港の、まあ、主権がイギリスから中国に変わった日でもあり、あとは以前、2021年に抗議自殺した香港人がいて、その日に、でその方に私お世話になっていたので、その方の追悼で、行きたくて、どうしてもまあその方のそばに行きたくて会いたくて、で、まあ、香港入境を目指しました。まあ、追悼はもうその方は抗議自殺なので、追悼をするともうその時点で、国安法適用になるので、もう白い花とか持ってったらもう一発でアウトなので、まあ、白い花も持ってかず、黒い服も着ていかず、ただその人が自殺した場所に行きたいっていう思いがありましたね。その事務所のスタッフの人はインタビューって言ってたんですけど、まあ、インタビューはまあ5分から10分ぐらいで、荷物を漁られることもなく、携帯は写真アルバムだけ見られて、でもまあ写真アルバムも写真3枚ぐらいしか入ってなかったので、中古の携帯持ってたので、なのでまあそうですね、結構すぐ終わりましたね。あ、中古の携帯持ってたのっていうのは一応用心してってことですか。あ、そうですね、もちろんはい、中古の携帯買って、で中身は何も入れずに、すべての SNS にもアクセスせずって形で、シグナルだけ入れて、で、香港行きました。今回入境拒否、全く理由の説明がなかったっていうことなんですけど、ご自身としては、どういうふうに思われてるか、まあ、推測にしかならないとは思うんですけども、いかがですか。まあ、今回で入境拒否4人目なので、まあ仕方ないかなっていうのが正直なところ
で、まあ今まで入居拒否された人も、まあ、ジャーナリストとカメラマンと、まあ、路上アーティストなので、まあ、彼らでさえ入居拒否されるんだったら、まあ、活動家の私が入居拒否されるのはまあ仕方ないだろうっていうのと、まあ、なんかその入居拒否のそのリストがすごい長いらしくて、なんか聞くところによると、もうとりあえずめんどくさそうな人全部名前書いてるみたいな感っていう話も聞いたので、まあ、そうですね、香港デモに関わった人は大体名前書いてあるんじゃないですかねっていうのは、うん、思います。まあ、香港行く以上何があるかわからないので、携帯の中いろいろ入ってますから、それはまあ、まあ私が香港に自分の普段使ってる携帯持ってくっていうのは、もう相当な、まあバカというか、まあ仲間の身を危険にさらす行為だと思います。中古の携帯持ってくのはまあ当たり前ですね。常識。全く説明がないっていうことは、逆にそんなにこう質問されたりとか、すごいいろいろ詰められたりとか、怖い思いも、まあ、せずに。もう完全に人権が守られてるというか、まあ、朝ごはんも出され、昼ごはんも出され、まあ、携帯も好きにいじっていいし、寝る場所もあって、まあ、好きに寝ていいよみたいな、あ、眠いんだったら寝ていいよみたいな感じで、全然怖い思いは全くしなかったですね。もう香港には、まあ、少なくとも今の体制が続く限りはいけなくなってしまったと思うんですけど、それについてはこうどう思われてますでしょうか。香港に一生入居できないっていう、まあ、諦めはないですね。むしろその香港に絶対に入居してやるっていう気持ちが今すごく強いので、まあ、今後なんかその香港一生入れないんですみたいな発言は絶対に私はしないです。必ず香港に帰る、必ず香港に入居するっていうのが私の今の、まあ、人生プランというか、必ずやっぱり香港には入居するつもりでいます。今の体制のままだったらもちろん難しいとは思いますけど、まあ今後変わることを信じて、私もちろん犯罪を犯しているわけではないので、それこそその入居拒否された他の、まあ、ジャーナリストとカメラマンと路上アーティストも犯罪を犯しているわけではないので、なんで私たちが入居拒否されなきゃいけないんだっていうとこに対しての、まあ、怒りはやっぱりありますね。うん。入居の自由が奪われたっていうのは一つ、はい、香港変わったなっていうのはあります。はい、ご覧いただきましたように、まあ、入居拒否をするリストがあるようで、まあ、それに基づいて選別されているということでした。はい、ある種機械的なものなんだなというのは伝わってきたかもしれません。また、平野さんも言ってたんですけども、人権が守られた形での取り調べだったようで、このあたりはまだ香港らしさ残っているというふうに感じてもいいのかなとは思いました。香港警察ですね、今でこそかなり強権的なといいますか、実力行使を取るような場面多いんですけども、以前はですね、中国本土とは違ってですね、結構人権を守りながらですね、民主化運動をと向き合っていたという面がありますので、まあ、今回の平野さんの話からはその残りがというのがあるのかなというのはちょっと感じられました。これ後ろに写っているのは実際にリフューザルって書いてあるのが、まあ、拒否ってことですね。でそれのノーティス通知書です、まあ、入居を拒否した通知書というのを、平野さんが渡されたものを、借りてきました。はい、注意点をいくつか言っていましたが、まあ、過去にそういった活動に関わっていたりとか発信をした方は、まあ、携帯電話というのは、まあ、中古のものだったりを持っていくべきなんじゃないかみたいな話もされていました。はい、さて、ここまではですね、香港の一国二制度が、まあ、失われてしまった様子を改めて伝えました。またもう一つ象徴的な出来事が起きていますので、これを伝えようと思います。はい、こちらですね、このフィナンシャルタイムズ6月の紙面なんですけども、ちょっと見えますかね、ちょっとちっちゃいんであれなんですけども、ここの、はい、見出しのところにですね、香港の法の支配は深刻な危機に陥っているというふうに書いてあるんです。はい、これですね、香港の最高裁にあたる終身法院というところで裁判官を務めていたジョナサン・サンプションさんという元判事が、
ある意味告発文のような寄稿をしたというものなんです。この人ですね、今はですね抗議辞任のような形でこの職を辞しています。はい、これ詳しくはちょっとこの後説明していくんですけども、まあ、香港の司法の、信任が低下していくとですね、これは まさに司法も含めた中国の香港の中国化というのが進むということになって、今まで金融都市ということで、ビジネス面での繁栄を極めてきたですね、香港にとってはですね、政治的な意味での弾圧が強まるというの以上にですね、この司法の信任低下というのは大きな意味を持つと言われています。はい、ではこの記事の内容を見ていこうと思います。まずですね、香港、これ今映っているようにですね、ちょっとこうコスプレみたいに見えるかもしれないですけども、香港は中国に返還されてからもイギリスの司法制度を引き継いでいました。はい、この今もですね、裁判官だったり法廷の弁護士はですね、こういう中世ヨーロッパ風のかつら、また